アラスカ航空261便墜落事故。アラスカ航空261便墜落事故。英語、アラスカエラインズフライト261とは2000年1月31日にアメリカ合衆国西海岸沖で発生した航空事故である。後に水平安定版の故障が事故の原因と断定された。二千年一月十一日、アラスカ航空六十一便は、 マクドネルダグラス MD-83 機体記号 N963AS1992 年製造で運行されていた。フライトプランではメキシコのプエルトバリアルタ国際空港を発しサンフランシスコ国際空港経由でシアトルに向かう予定であった。13時37分 PST アメリカ太平洋標準時に出発した。 気力上昇中の高度でオートパイロットをセットした。しかし、設定上昇率が得られないためにオートパイロットを解除して手動操縦で上昇を続けたが、この間ずっとおよそ50ポンドの力で操縦桿を引いていなければならなかった。その後高度で水平飛行に移ったが、トリム操作をいくら行っても高度を維持するためには絶えず、30ポンドで操縦桿を引いていなければならない。 状態が続いた。およそ2時間後の15時46分頃、操縦桿を引かなくてはならない力が 5kg を下回るようになったので、再びオートパイロットをセットした。この段階ですでに、コックピットとアラスカ航空の運航管理者及びメンテナンス担当者の間で、車内無線によるやり取りが行われており、水平安定版が正常に動いていないことが認識されていた。 機長は現在位置から近く、かつアラスカ航空のメンテナンス施設があるロサンゼルス国際空港へのダイバートを主張したが、運航管理者は本来の目的地であるサンフランシスコまで飛行することを持ちした。またこの頃より周辺を飛行中の航空機に対して、同期が通常の飛行ができないために距離を保って飛行することと、同期の状態を蓄次監視するように伝えられていた。 16時9分、さらなるチェックをしようとオートパイロットを解除したところ、水平安定版の急激な動きを知らせる警報音と共に突然急降下が始まった。操縦しらの懸命な操縦で80秒後になんとか安定を取り戻した時にはおよそ降下していた。この時の回避操作では操縦管を120ポンド以上の力で引く必要があった。この急降下で、 ロサンゼルス国際空港への緊急着陸が決定的になり、着陸準備を始めた16時19分に衝撃音と共に再び猛烈な機種下げになり、ついには完全に裏返しになるなどコントロールを失い、16時21分にカリフォルニア州アナパカ島の北およそ 4.3km の太平洋上に墜落した。なお、 コントロールを失い墜落するまでの同期の状態は周辺を飛行中の数機の航空機から蓄一伝えられていたためにすぐに沿岸警備隊の船舶とヘリコプターが救援に駆けつけたしかし乗客83名と乗員5名の88名全員が死亡した事故はスタビライザートリムの故障が引き金となったが墜落を起こした六十一便の機体の スタビライザートリウムそのものに大きな損傷はなかったことから、航空業界ではそれほど注目されていなかった。しかし墜落現場から回収された部品の内アクメネジ、台形ネジとナットには、摩耗を防ぐための潤滑油がなかったことから、使用により、ナットが急激に摩耗して引きちぎれたネジ山が、アクメネジに巻きついていた。そのため事故原因は、不適切なメンテナンスが招いたものと断定された。 水平安定版の潤滑油の検査間隔がメーカー推奨の600時間に対してアラスカ航空では2500時間となっていたため261便に使用されていた機体の水平安定版は油切れを起こしていた。また動かなくなった水平安定版が一時的に動き出したのはトリムモーターをパイロットが作動させたことが要因だが主モーターだけでは出力が足りなかったため その後に、副モーターも同時に起動させたことにより、ボルトへの機械的な過負荷が生じ、トルクチューブが疲労破壊を起こし、溝が削り取られ、ボルトに、線上に絡みついた。その結果、宙に浮いたボルトを支えるものがなくなり、続けて水平安定板が大きく立ち上がり、機種が下方向に固定された状態となりそのまま墜落した。仮説として、 最初に水平安定版が動かなくなった時点で、離陸した空港へ引き返していれば、最悪の事態は避けられたとの意見もあったが、これは MD-83 には緊急着陸のための燃料放出装置が装備さておらず、巡航飛行も可能であったため回復不可能な故障まで進行するとは認識していなかったためである。アラスカ航空は1990年代中盤から、 他者との競争の中で収益力の低下に悩まされていた。このため、1990年代後半に入ると、既存の機体数で運行本数を増やして収益を上げる経営を行っていた。しかし、飛行時間や飛行回数によって定期的に部品を交換しなければならないメンテナンスはコスト増加の原因になるとして、メーカーマニュアルよりも著しく緩い。 独自点検マニュアルを整備するに至った。また、運行本数を増やした一方で、機体数とメンテナンス人員は増やさなかったことから、メンテナンス時間を十分に取れなかった。現場ではメンテナンスが時間に追われるようになり、必要最低限にも満たないメンテナンスしか行える状況ではなく、現場では日常的に独自マニュアルに従った点検整備を改ざんするなどし、 実際にはメンテナンスを行っていない機体が客を乗せ空を飛んでいた。1998年、カリフォルニア州オークランドに所在するアラスカ航空の整備工場に勤めていたある整備士が、アラスカ航空の整備の実態について、監督者が本来承認すべきでない整備記録を承認した未完了の作業を完了済みとしているとして、連邦航空局へ内部告発した。 以後内部告発者は連邦捜査官に協力して監督者の言動を密かに録音した。連邦航空局は1998年12月22日にアラスカ航空の家宅捜索を行い資料を押収した。アラスカ航空は内部告発者に対して1999年8月に強制的に有給休暇を取得させるなど制裁的措置を行い、 内部告発者は2000年にアラスカ航空を名誉毀損で告訴した。内部告発者が1997年に指摘した中に事故機のネジジャッキとジンバルナットを交換すべきとの内容が含まれていたことから261便の事故調査はアラスカ航空に対する連邦による捜査の一部となった。2001年12月、連邦の検察官はアラスカ航空の起訴を見送り、 多数の規定違反についての罰金支払いのみで終了した。それと、ほぼ同時期に名誉毀損訴訟について、アラスカ航空は約50万ドルを支払って和解に応じた。和解の一環として内部告発者はアラスカ航空を退社した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。